どうもこんにちは、世界的 VIP 現役です。ロケットモバイルってめっちゃ安いでおなじみだと思うんですけども、なんとこの間からですねチャージ機能が追加されたということでユーザーの中で盛り上がってるんですけども、僕これいいなと思ったんでちょっとお話ししようかなと思うんですけども、どういうことかというと、ロケットモバイルで利用可能なね、データ通信量をですね100メガ単位でチャージすることができるねプランが追加されましたっていうことなんでございますけども、いわゆるまあデータ通信量、まあ使えば当然なくなるわけじゃないですか。あーでも今ちょっと必要なんだよな、どうしても使わなきゃいけないんだよなっていう時に100メガ150円でチャージすることができます。いざっていう時に使える機能だなと思いました。でちなみにですね、ロケットモバイル D プラン、プラン S、プラン A っていうのがあるんですけども、全てでですね利用することが可能で、1ヶ月に10回までね利用することができるということですね。例えばロケットモバイルって紙プランっていうのがあるんですけども、 D プランで298円で利用できるじゃないですか。普段298円で利用しててどうしても高速データ通信必要だよなっていう時に100メガチャージするんですよ。150円ですね、チャージして利用すれば生活がものすごい豊かになるんじゃないか、 QOL 爆上げですね。そんな感じでですね使えるんじゃないかなと思っております。まあ、僕なんかすごく良心的だなと思うのが、100メガ単位でチャージすることができるんですよ。例えばよくありがちなのが500メガずつしかちょっとチャージできないんですよね。しかも500メガになると結構高かったりするんですよ。例えば100メガあたり150円で言ってみますと、500メガにすると750円なんですよ。500メガ750円でチャージしたいと思いますかっていうと、ほとんどの人が750円はなーってなるじゃないですか。そうじゃなくて100メガ150円でチャージできるっていうのは非常に僕は良心的だなっていう感じですね。僕もですねこのロケットモバイル結構気になっていて、まあ、そのうちね使用してみたいなっていうのもあるんですけども、まあ、今のところちょっとまあバタバタして、契約までは踏み切れてないんですけども、このロケットモバイルたまにですねキャンペーンとかやってて、最初の事務手数料がめちゃ安くなるサービスとかやってんじゃないですか。まあそういった時に僕は契約しようと思ってますね。まあこの間あったんですけど、ちょっと僕逃しちゃったので、そのうちまた多分やると思うんで、そういったね機会をね活かして契約するっていうのも僕は非常にいいんじゃないかなという感じに思いました。はい、そんなわけで今回ですねロケットモバイルがですねチャージ機能追加で紙プランユーザーがめっちゃ喜んでますよっていうお話でした。お疲れ様でした。